パンガー県は太陽国南部の県の一つ。ラノーン県、スラートターニー県、クラビー県と接し、アンダマン海に面する。プーケット県とは海を挟んで接する。パンガー県はマレー半島に位置し、アンダマン海に面する。県内で特に有名なものはジェームズ・ボンドシリーズの007黄金銃を持つ男のロケ地にある石灰岩でできた岩の柱である。 これは海による侵食のせいで周囲が削られてできたもので逆さにした円錐のような形になっている。このような興味深い岩石がパンガー湾内に点在するなどの理由で大政府は1981年にパンガー湾国立公園を設立し保護することを決めた。パンガーという名称はパンガー県内に設置されている軍の一つである。 ムアンパンガー群を流れているパンガー側から来ている。そして、このパンガーの語源は、プーガーから来ていると言われる。18世紀には、現在の県域に、タクワパー、タクワトゥン、パンガーなどの都市が成立していた。ビルマがプーケット県を攻めてきたとき、隣にあったパンガーは防衛上の理由で、1840年にタクワトゥンを合併した。 あとの1931年には、タクアパーを併合して、現在のパンガー県が成立した。検証検証は背景にチャーンさんが、手前には視聴者が描かれている。一番手前の船は鈴を採掘するための屈作船であり、これはパンガー県では鈴が豊富に取れることを示している。見木は、カジズグス、喧花は、アナキサガー・ジョバニーカ。 パンガー県は8の郡に分かれ、その下に48の町と、314の村がある。ムアンパンガー郡や青島郡、カポン郡、タクワトゥン郡、タクワパー郡、クラブリー郡、タッププット郡、タイムアン郡。ありがとうございます。